さ、ね、まあ、ちょっとこういう感じで今回の映画の話はこういう感じなんですけど、うんうん、これまたお知らせニュース、はい、ニュース、はい、新しいニュースが入ってます。イエーイ、なんだろう、ちょっとあの残念ながら私関係ないんですけどこの2人が出た時にね、ちょっとせっかくなんで2人の方から紹介してくださいね。エアーフリックス、いや、まず先に第二を言われて私たちがね、はい、あとあのもう一人 の, あの前の前回 の, あの東京シジミ日記の主演の方の船戸美由紀さんの3人が出演しているあのイントループという短編映画ですね。はい、はい、それがエアアブリックスフィルムフェスティバルベスト賞を受賞しました。うん、もうガッチリありましたもんね、あの時。そうですね、ガッチリで、うんうんうん、1日でも1日の撮影ですよね。そうなんです、そうなんです、そうなんです、うん、短編2日が、あ、2日かかりました。はい、作品を撮った、うん、いや短編映画なんですけどね、もうその時にその、はい、タイムループするっていう、ね、うんうん、ことを試みで、うん、そうですね、あれもタイムループもの、そうですね、はい、なのでタイムループというのが、ね、始まりましたね。はい、3回もわーギャー言いながら、うん、タイムループして、あれはさ、割とがっちり台本じゃなくて設定があってその中でやってた感じなの。あ、そうですね、なんか、うん、もうタイムループ3回っていうのはもう決まってて、うんうん、であとはなんかちょこちょここういうことは言ってねっていうのを決めて、うん、あとはもう流れだけあって、であとはもうアドリブでどうぞ。あー、そうなんだ、やっぱりなんかね、はい、大変ですよね、タイムループね。いや、大変ですよ。僕3回だったんですけど、まあね、いっぱいいるんで、いっぱいタイムループ。でもね、言わせてもらえばね、タイムループしてないのが大変なんですよ、実は。同じことをしてね、あの、行くんで。あー、そう。で、あの、こう、来る人が変わってるってことで、それに対応したね、芝居をやるんでね、なかなか。あ、さすがですねー。ありがとうございます。そこは違う人じゃないと。嬉しいですよね、やっぱり。ね、ちょっとなぜか私出てないんですけど。でもね、そこからね、あの次回のにね、もうがっつり感じるっていうのね。ね、ちょっとね、まあこの作品まだ今これから撮るけども、この作品もなんかね、引っかかってくるというね。そうですね。ね、はい、もうなんか状態も感じてますよ、これ。早いね。早い。いや、こんな素敵な女優さん2人同時に来ますよ。どうしたはい、もうじゃあもう締めますか。すね、はい、最後はちゃんとあのきちんと締めまして、さあ、はい、なんだっけ、とサババイだっけ、とサババイ、サババイ、サババイでしょ。全然まとまりなくて。はい、じゃあ本当にあ、そうね、あ、時をかける東京サバ女子、皆様お楽しみにしていてください。はい、サバ